今回の台風13号は、はい、活発な雨雲が台風中心から遠い場所にありましたね。そうですね、はい、それが一つ今回の特徴かと思います、はい、リポートでも届いておりまして、こちらなんですけれども、こういったコメントをいただきました。これは台風なんでしょうか、位置的にそのような感じがしてと届いていたんですけれども、このようになった要因というものは何かしらあるんでしょうか。はい、こちらは上空から和歌山方面のところをこう見ていただいているような状況、そういう位置関係かと思います、はい、ちょっと衛星画像の方で確認をしてみますと、こちらリポートをいただいていたのは、実際はですね、こう飛行機の上からこう撮ったものということになるかと思うんですけども、この辺り、こちら台風の渦の中心というのを見ていただいてた状況、ただ非常に平べったいというふうに感じていたのは、はい、実は空の下層下の方だけの雲だったということなんですね、うん、これは少しこういったような言い方がございまして LLCC と呼ばれているものでして、空のですね、台風の最初発生した最初に、下層にできる雲によって、はい、まあ、これで台風の位置を測定したりするものなんですけれども、うん、今回ある程度発生した後に見えていたという点ではですね、少しちょっと珍しかったかというふうに思います、はい、というのはですね、通常の台風ですと、気圧配置の方で見ますと、温度が非常にこう混んでいるような状態ということになって、まあ、ここに台風の中心というのがある状況というのが確認できます。これがまあ地上なんですけども、通常ですね、これ台風ですと上空5000メートルあるいは9000メートル付近までこの台風の位置というのが確認できることが発達していると多いんですけれども、はい、今回の台風上空3000メートル付近でもう分からなくなっているということで、うん、空のこう上の方では明瞭ではない、そのため台風の下の雲の渦巻きというのを通常はなかなかここまで日本に近づくと見れないんですけども、はい、まあ、それが見えたということになるかと思います、うん、まあ、ただそのためというところもあるんですけども、はい、湿った空気の流れ込み方というのをちょっと確認をしてみますと、こちら下層の状態で見てみますと、台風の渦巻き、まあ、ここよりも外側から流れ込む流れ、こちらの方がですね、水蒸気の量としては非常に大きくなったといったようなことがあります、はい、今回の場合はその台風の外側、この辺りで非常に雨がまとまったわけなんですけども、うん、これは台風へ流れ込む湿った空気、まあ、これがこの辺りで反時計回りに回って、こちらですね、まあ、低気圧というのがですね、こう局地的に発生していた、まあ、それが今回関東から東北南部太平洋にかけて雨をまとまらせた原因ということがあるかと思います、はい、ですのでこの台風の中心は下の空の下層だけの渦巻き、うん、一方メインの湿った空気というのは逆にその北側のメソジョーランの方に吸収されていたというのが今回の台風中心よりも周りの方で強い雨になったということの一つの原因かと思います。わかりました。間接的な影響もあって関東のエリア太平洋側でも雨の量まとまったということですね。そうですね、この状況まだ続いておりますので、はい、今夜遅くにかけてまだ注意が必要かと思います。わかりました。詳しい内容アプリウェザーニュースからも見ることができます。また YouTube でも最新情報を配信しておりますので随時防災減災にお役立てください。